皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニューグレーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて、神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は二千二十四年十一月十三日の水曜日。聖書の箇所は旧約聖書四篇七十篇一節から五節。タイトルは敵にあざけられる時、神に捧げる祈りです。 私たちが主の救いを愛し主にやっていつでも喜び楽しんで生きることができるそのことについてご一緒に教えられてまいりましょう詩篇70編1節から5節神よ私を救い出してください」「主よ 急いで私を助けに来てください。私の命を求める者たちが恥を見、恥ずかしめられますように。私の災いを喜ぶ者たちが、退き、癒しめられますように。あははと嘲笑う者たちが、恥をかいて、立ち去りますように。 あなたを死体求める人たちが皆、あなたに会って楽しみ、喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが、神は大いなる方といつも言いますように。私は苦しむ者、貧しい者です。神よ、私のところに急いでください。あなたは私の助け。 私を救い出す方主よ遅れないでください私の父はもう亡くなってずいぶん経つんですけれどもその亡くなる直前にですね このイエススキリストを信じるように導かれました父がですねこの2,000万円をですね小豆相場ですってそしてですねこうぼ然自失になってですねそしてうちの母がですね信じていた我々も信じていたイエス・キリストを信じるようになっていくんですけれどもそしてですねこのうちの娘が生まれた時にこの家をうちの当時のですね私たちのところの近所に引っ越してきて。 そして、まあ、しばらくですね、私たちの礼拝にも出てたわけなんですけれどもある時ですね、えー、水曜日の晩に僕が祈祷会が終わってですね、家にいたら父から電話があってですねそして言うんですよね「明石さん助けてくれ」って言うんですよで。何事かと思ってですね、私は父の,父の家に行ってそして話を聞いた時に「秋井さん助けてくれ」って言うからですね「お父さん僕はあなたを助けられないけれどもイエスさんは助けることができます」って言ってですねそして言ったのを覚えているわけなんですけれども。 私たちはですね。この助けを求める父はですね。おそらくもう死をこの意識して。 そしてこの自分が本当に救いを必要としているイエスキリストを信じる人に,っていうふうに告白はしてましたけれども教会も来ていたけれども本当にですねいざ人間がこの死ぬってなった時には本当に助けを必要としている救い主を知らない限りですね本当に私たちは人間の宗教では本当に救いの確信を持つことが非常に難しいこれがですね僕は牧師として経験してきたことです人間は死ぬ前になったらですね本当に何にもないんですよねそして救い主イエスキリストを知らない限り人間の良い行 宗教ででは決して救いいの確信を持つことができないだからここに書いているように「神を私を救い出してください」「死を急いで私を助けに来てください」もちろんここではですねいろんな意味がありますダビデのことです,ことですからねしかしこれを私たちの夢今の私たちに引き寄せてみた時にはですね私たちは本当に自分が死を前にした時にですね私たちはこういう思いになるんです 詩編のです、ね、70編1節から5節このテキストは詩編の40編の13節から17節を、まあ、切り取ってですねちょっと変わってるんですけども繰り返し繰り返し、まあ、祈ったと思われるテキストだと言われてるんですよね。 ですから、私たちはこの今日のこの祈りを通してですね。私たちはいつでも主を私を救い出してください。主を私急いで私を助けに来てください。という叫びを持っている人としてですね。そして、多くの人がこの叫びを持っているんだということをですね。覚えていきたいと思うんです。2節には私の命を求める者たちが恥をみ恥ずかしめられますように。私の技を喜ぶ者たちが退き、癒しめられますように。 アハハハととううたちちが恥をかいて立ち去りますようにとありまますす。よにあ一体これは誰なのかといったらもちろん、えー、直接的にはです、ね、ダビデの敵なんですけれどもしかし私たちにとってみればこれはサタンですよね私たちがですね本当に人間の良い行いによって救われようとした時にですねサタンは大喜びですよ、ね、そしてですね私の命を求めているんですよ 永遠の裁きに永遠の地獄に私たちを導こうとしてですねもっと良い行いをしろって言ってですね言うでも死を前にして私たちは人間のその良い行いや宗教によっては決して救いの確信を持つことができないだからサタンはあははとあざ笑うんですよ騙されたかってうなもんですよ ですから、ね、私たちは自分の現実を認め主イエス・キリフトだけが十字架で死んでくださった方だけがこの方を信じることだけが私たちを救う唯一の道なんだということ唯一のあがな主なんだということをですねはっきりと認める必要があるんですよ。 死を急いで私を助けに来てくださいと多くの人が叫んでいる多くの人がイエス・キリフトを知らないから本当の救いを持っていないからだから私の父のようにですね心の魂はですね救いを求めているんだということをです、ね、私たちは覚えることができると思うんです先日ですね私たちの教会のですねこのいつも礼拝を毎週捧げてくださっている方のお母さんが礼拝に来たんですよね。 その方はですね、少し前に病気になって病気になった時に私はですねその方のところに行ってそしていろんな話をしながらイエススキリストの福音を伝えました。でその時にはですねまあ信じたいとか信じたくないとかでねまあまだ病気だからね病気の癒しのためとかそっちの方がですねこのまあ大事だったのかもしれないですよね。えでもですねその,その時には今回はですねそのお母さん自身が自分から教会に来たいと言ってそして今まで何回か来たことあるんですけれどもやってきたんですよ。 わしはですね、そのお母さんと礼拝の後ですね、話をしたらですね、なんとなくですね、同じことを繰り返してるからこの人だいぶちょっと地方入ってきてるかなと思ってね <laughs> そしてですね、もう一度イエス・キリフと福音を伝えてそして「信じませんか?」って言ったら「ですね、信じる」って言うんですよね。そしててて自分の罪わわかかかりますかって言とわかるっるうんですよですからです、ね、私はその方を導いてイエス・キリフと信じるお祈りを導いてそしてその方はイエス・キリフと信じる信仰告白したんです。 ところがです、ね、それから1週間も経たないうちにその方が持ってたがんが脳に転移していることが分かってそしてもう病院に行ったらですねも,うものすごい症状が変わっててもう本当にあの時が最後のチャンスだったんだということが分かるぐらい、まあ、まだ話はできるし意識もあるけれどもしかし本当にもだから私はですねその方の家族と一緒になってもう一度救いを確信してそして病床で占領を授けました。本当に魂は 求めていますはっきりと分かっていないかもしれないけども神を私を救い出してください主を急いで私を助けに来てくださいそう全ての魂はそう求めているんだえそしてイエス・キリフトを必要としているんだサタンはそれを妨げようとしているんだえ宗教によって良い行いによって救われよってそしてでも騙された人たちに対してああとわざわらうものなんだということをですねえ私たちは覚えなければならないんですよ。 そしてそのああハあとわざをらう者たちが恥をかいて立ち去りますようにどうしたら立ち去るかっていったらそれはキリストの十字架の恵みを伝たえることですよ。福音を伝たえる時に私たちはよい行いは粉砕されて私たちはどんな罪を許されてこの一方的な神様の恵みによって私たちは罪を許されるんだそれがサタンが最も嫌がることですよ。ね、私たちは今日ですね本当にこのメッセージを取り戻さなければならないですよ。 私たちがですね本当にイエス・キリストの十字架のあがないだけが私たちを救い出すんだそしかして全ての人がその救いを求めているんだということです一見したらですね求めてないように感じますよ日本にいたらですね福音を伝えても反応しない家族に伝えてもですねその時は、えー、信じないでもその福音を伝えておくことによってですねいつ死ぬか分かりませんから <laughs> ですね ある人はですね、本当に人生に絶望して、そしてですね、自分でですね、自分の命を絶ったんですよね。でも即死じゃなかった。そしたらどう思いますか？即死じゃなかったらですね、僕は思いましたよ。あのラザロのようにラザロと金持ちのですね、あの話に出てくるラザロのように見解がラザロを連れてアブラハムのところに連れて行ったとあるんですけれども、イエスキリストをもし福音を聞いていたら、自分で死ねなかった、即死しなかった人はどうなりますか？その人はイエスキリストを 主を助けてくださいと求める可能性がありますよね神を私を救い出してください死を急いで私を助けに来てくださいと祈る可能性がありますよですから私たちはですね4節に書いているようにあなたをしたい求める人たちが皆あなたにあって楽しみ喜びますようにとありますよイエスキリストを信じている私たちがこの救いを喜び楽しんでいくときにですね 今はバカにししているかもしれない今は信じないと言ってるかもしれない今は自分はまあ少しはマシな人間だと思ってるかもしれないでもその人たちもやがて助けを求める時がやってくるということですよ。私は牧としてですね本当に多くの人を見てきましたそしてですね自分の罪がわからない人自分もそろそろ良い人間になったからそろそろ洗礼を受けたいって言った人もいましたよでもその人のために私たちは祈りましたよ罪がわかるように。その時に。 もう瞬く間にですね、神様は「その祈り」に応えてそして夜中にやってきて「先生は分かりました私は罪人です」って言ったんですよ。ね。その人が本当に救いを受け入れた。私たちはですねあなたをしたい求める者主をしたい求める私たちが主にやって楽しみ喜ぶ人生を生きていく時にそれを持ってない人たちは魂に植え替きを持ちそして本当に魂の救いを求めた時に「 私たちが信じているイエス・キリフトを信じるようになっていくあなたの救いを愛する人たちが神は大いなる方といつも言いますように主の救いを愛する者たちがですねそのところから多く起こされそして私たちはですね主の救い私の救いだけじゃなくて全世界の人たちのためにその主の救いを愛する人たちがですねこの世界に広がっていくそのことをですねぜひ覚えていきたいと思います自分はは小さいもものだけれども主は偉大な方です。 そして魂のの救いのためにですね魂は主の救いを求めているんだって、ね、サタンはそれを妨害しようとしているそのイエス・キリフトの十字架の恵みによってその,ことはその人たちは通放されていく認知症の人を、ね、私が何人かです、ね、導きましたそれはその福音を二人にいた時だけですね話できるんですよね家族の人もびっくりしてですねそれまで話できなかったのに先生が来た時だけあの時だけ 話が通じてそしてイエス・キリストを信じたそういう人が何人もいますナフでしょうか神様がその人たちを救いに導こうとしておられるからそしてその魂は脳は機能が衰えていてもでも魂は救いを求めているそのことぜひ覚えて私たちも主を用いてください祈るものとさせていただきたいと思います 朝にあなたの恵みを聞かせてください。私はあなたに信頼していますから、行くべき道を 知らせてください。私の魂はあなたを仰いでいますから。主よ、私を敵から救い出してください。 私はあなたのうちに身を隠しますいかがでしょうか私たちは日々自分自身に福音を語るべきじゃないでしょうか自分自身に神の恵みを語るべきじゃないでしょうかそして私,私の行くべき道を示してください今日魂の植えかわを持っている人。 救いの追いかきを持っている人その時に私を使わせてくださいそして人間のよい行いではなくて主の十字架の恵みによって救われるそのことを分かち合っていくことができるように用いてくださいそのように日々祈るものとさせていただきましょうお祈りします恵み深い天皇の父なる神様あなたの素晴らしい恵みを覚えて心から感謝いたしますあははと嘲笑うサタンが嘲笑らないように。 十字架の恵みを輝かせ私の人生の中にそして多くの人の人生の中にあなたの素晴らしい恵みを満たしてください主イエスキリストのお名前によってお祈りしますアーメン